すいません。どうした？すいません。いやだからすいませんじゃ分かんないんだよ。今日販売するチケットを忘れてしまいました。おかしいだろうがお前。何を2日前、いつもより早く即売会の告知しておい。チケット忘れたってどういうことだよ。もうほんとチケットがなきゃ即売会できねえだろう。もう終わりだ、終わり、終わりだよ。いや待ってください、即売会終わります。すいません、失礼します。いやほんと待ってください、すいません待ってください。なんでせっかくないんだもんチケット、即売会やりようがないだろうが。せっかくどうすんの。あのどうしようって、なんかあんのか。自分のこの名刺があるんですよ。お前の名刺があってそれをどうすんだよ。どうしようって言うんだよ。あと印鑑もあるんですよ俺の。おう、だからこれを代わりに今日最後引き換え券を作ります。お前の名刺とその名刺に印鑑をしてチケットの引き換え券にする。そうすることで今日即売会をやるということか。すいません、あの正直チケットレスペーパーシステムまで来た頑張れプロレスに、うん、こんなグダグダなミスを犯して本当に申し訳ないと思ってます。でも今ここで即売会中止するわけにはいかないです。だから今ここに代わりにチケットと似てる質感の名刺があるんだから、なんとかして今ここでその場で引き換え券を作るという臨機応変の対応をすることができるということを今ここで証明したいです。分かった、今なりおい、お前のミスは俺のミスだよな。あガンプロ全体のミスだよ。だったらそれを臨機応変に対応して、それで即売会続けるのか、やるのか、俺たちのやり方だよな。はい、そうだよ、分かった。すいません。おう、ただだ、おい、それなんかお客さんめんどくさいだろな。あはい、お客さんちょっとがっかりさせるだろ、はい、なあ。だったらお前この引換券買ってくれた人に、おい、当日粗品を差し上げろなあ。それぐらいやろうじゃねえか。わかりました。なあ、よし。すいません、今日は忘れてしまいました。だから今日これを引き換え券で購入してくれた人には粗品を贈呈いたします。当日お待ちしてます。すいません、じゃ あ, すいません、じゃ あ, あその場でちょっとすいません、はい、申し訳ないですけども、はい、作らさせてもらいます、はい、じゃすいません、はい、いかがですか。引き換え券売ってます。はい、引き換え券販売しております。はい、すいません、引き換え券って書いた方がいいか。そうですね、そうなんです。もう一つお客様に謝らなければいけないことあります。10月の17日に参戦が決定しておりました、香港国際警察マンは、頚椎性症精神経根症および頚椎捻挫と診断を受けたため欠場となります。ただ、香港国際警察官は、当日会場に現れまして欠場の挨拶をいたします。よろしくお願いいたします。ご了承ください。そして10月17日カードが一つ決定いたしました。
鬼頭雄志対タイガーベッドシーン、こちらが決定いたしました。はい、はい、いかがでしょうか。10月17日、はい、すいません、はい、香港国際警察マン当日はご来場します。はい、当日来場しますが、試合は行うことはできません。申し訳ございません。はい、いかがでしょうか。はい、いかがですか。いらっしゃいませ、いかがですか。はい、いかがでしょうか。岡さん、どうした。中谷さん、どうしたんですか。翔さん、翔太、自分は7月末に鎖骨を骨折して、今欠場して、実際8月の頑張るプロレスも欠場して穴を開けてしまって、本当に申し訳ありません。そんなことないですよ。で、9月の大会も実際会場にいて、まあ、僕がいなくても頑張るプロレス、大川さん、今成さん、そして別心とか新しい選手も出てきて、みんなでプロレスをメジャースポーツにしようと、俺いなくても頑張るプロレスってあったけど、やっぱり来週復帰して試合できるようになったら、自分も頑張るプロレスでまた大川さん、今成さんと一緒にプロレスをメジャースポーツにするために頑張っていきたいです。だから今度の大会、どうか自分の角を組んでください。お願いします。最初からな、そのつもりなんだよな。10月12日ガッツワールド後楽園の大会で、田尻、あの世界の田尻とお前、はい、シングルマッチやるな。お前ガッツワールドの、お前はガッツワールドの所属だけれども、頑張れプロレスも所属と同様に俺たちは思っている。だから本当は香港国際警察マンと復帰戦シングルマッチ予定していたんだけれども、香港国際警察マンが欠場となってしまった。田尻、香港国際警察マン、それに劣らない、劣らない相手、はい、急いで探した。これは誰ですか。今ここで言うぞ、はい、あのインディージュニアのベルトも取ったことがある、マドカ。おお、シングルで、そうだ、翔太、頑張れプロレス復帰戦、翔太対マドカ決定。ありがとうございます。絶対、まあ、後楽園僕は復帰戦ですけど、でも頑張れプロレスのその10月の大会も別にどっちが大事とか大事と、全部の試合が大事なんで、そうだ、また一緒に頑張れプロレスでプロレスをメジャースポーツにします。よしよし、翔太対マドカ決定だ。よしよし、行きましょう。よし、行きましょう。カードまたもう一個決まりましたし、いかがですか。はい、いかがでしょうか。いらっしゃいませ。今日引き換え券売ってますよ。はい、引き換え券ですよ。今日引き換え券を、どうした。俺も発表したいカードがあるんですよ。ごめんなさい、今日は映像班の他のみんなは休みを取ってるんで、はい、今日は俺がカメラ回してますけど、すいません、この様子を翔さん記録してもらっていいですか。僕ですか。はい、持ってもらえばいいっす。大丈夫、持てばいい。翔さん、俺のファインダーに映ってる俺の声をみんなに届けたいんですよ。よろしくお願いします。前回の西調布で、おお、大川さんにも言われましたけど、高田亜美選手、俺がプロデュースすることになってるかと。おお、それどうなったんだよ。だから今回高田にふさわしいタッグマッチを俺は今回用意しました。まずそのタッグマッチ、今発表したいと思います。石橋葵
高田亜美組 VS くるみ星ハムコ組です。 お気づきかと思いますが、ここにカードに名を連ねてる選手はいわゆるぽっちゃりという概念に何かしら引っかかる存在でございます。そこで今回その選手のタッグマッチを組ませていただきました。しかしこのプロジェクトが始動して以降、ぽっちゃりという言葉にややネガティブなイメージがあると私考えました。そこでこのタッグマッチ、故障を少し変えたいと思っております。名付けてアルティメットリバースライズアップチャンピオンシップタッグマッチ URRC タッグマッチです。私はライズアップの広告を見ているときに、ライズアップした後の肖像写真を見て、ライズアップをする前の写真も十分美しいのではないか、そう考えるようになりました。ありのままの4人の姿で出てきてほしい、そういう思いも込めてアルティメットリバースライズアップチャンピオンシップ、この4人で素晴らしいタッグマッチをしてほしいと思っております。そしてこのタッグマッチ、自分でこのカードを組んどきながら絶妙なツッコミ具合のあるポイントを見つけてしまいました。ウィキペディアの情報によりますと、石橋葵選手は160cm、62kg、神田亜美並びに高田亜美選手は152cm、62kg、くるみ選手161cm、60kg、星ハムコ選手150cm、60kg です。ほぼ全員の選手がなぜか 60kg から 62kg の間の体重で明記されています。実際のところよく分かりません。ですのであえて俺の主観でこの4選手の体重の階級を分けることにしました。石橋選手ウェルター級、高田選手クルーザー級、くるみ選手ミドル級、星ハムコ選手ヘビー級、つまりこの試合には4つの階級別の選手が戦うことになるということになります。実際の体重、表記されている体重よく分かりませんが、おのおのの思っているリバースライズアップをこのリングで体験していただきたく思います。ぜひこの試合の承認に頑張れプロレスのユニバースの皆さんはなっていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。いいですか、お子さん。何も依存はないですね。すごいな。決定だよ。このカードを組むために頑張りました。今僕が考えるベストなカードだと思ってます。ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、引き換え券ですよ。いらっしゃいませ。今日は引き換え券ですよ。いかがですか。粗品がつきます。粗品が、いらっしゃいませ。はい、いかがですか。なんだよ、なんだよ、なんだよ。まあいつもならここで襲撃してるけど、今日は何もしてやんねえよ。おう、10月17日にはお前のことさ、おう、リング上でも立てなくするから、今日は襲撃せずにお前に言いたいことがあるからやってきた。なんだよ、お言ってみろよ。お前とよ、もう一人ボンクラいただろ。ボンクラじゃねえよ。もう一人ボンクラいただろ。おめえが流した血は力道山。まあいい、まあ聞け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 。あのボンクラとよ、お前を組んでからなんか結果残したか。あ、うん、結果残したか。おう、お前はよ、ここでよ、血みどろになってよ。あ、俺との試合でもよ、血みどろになってよ。スリーカウントも取られたな。おう、うちの川村にもお前こんなで負けてたな。
もう一人のボンクラ俺にボコボコにされたから、てめえ、お前らさ、おなんか結果残したか、なんだてめえこら、何が言ってんだこら、おい、結果残したかって言ってんだよ、何が言ってんだこら、一つじゃあ言ってやるよ、おい、お結果も残せねえでよ、こんな小さい団体にいて結果も残せねえでよ、はっきり言ってよ、お前さプロレス界にいらねえんだよ、うるせえんだよこら、おめえに言われる筋じゃねえんだよこら、だからよ一つ言ってやるよ、お前別にお前みたいなレスラー誰も必要としてねえよ、次の試合でおもう二度と立てなくなるのは見えている、その先の話だ、お前なんだこらだよ、次負けたら、お次負けたらよ、お引退しろ、やめねえよ引退しろ、やめねえやめねえ、はっきり言ってよ、おこいつがさ、おプロレスやめたところでよ誰も悲しまねえよ、おな、プロレス界に何の影響もねえよ、いや お前に引退される義理はねえから、いやいやもう聞いてる、やめないやめない、おめえもよボンクラも別にプロレス界からいなくなったところで何の影響もねえよ、なんだこれてめえこれ、だからさやめろ、やめねえんだよ、もうやめろ、プロレス続ける意味があんだよこの野郎、おいはっきり言ってよ、おあいつをさ見に来てる、おここのおごく少数のファンも、お別にさもっと見る団体いっぱいあるだろ、うるせえよお前、こんな団体見てなくてもよ、お他にもプロレス面白い団体いっぱいありますよ、なんだそういうとこ見てばいいじゃないか、なんだよお前、なんだよお前、おいお前さ仮にでも頑張れプロレスではよプロレスラーなんだろ、いつも思うんだよ、おいつも思うよ、おリングの外ではよ威勢のいい、おそれさリング上でやってくれよ、いつも負けてばっかりね、ボコボコにされてばっかり、うるせえ、お前に言われすぎないねんだ、リングの上でよ、おプロレスラーならさ、リングの上が職場だよ、おい、おうるせえこれ、おいうるせえんだよてめえこれ、おいお前職務怠慢だぞ、おいリングの上で、うるせえお前、まあ、この野郎、リングの外でばっか、これも仕事だろ、ほら、俺のは、てよ、おいおい、なんだこれてめえこれ、おいガンプロのチケット売るのも俺の仕事なんだよ、うるせえ、知らねえよ、ほら、引退しろ、うるせえよ、お前、これだ、引退しろ、ほら、おいなんだ、お前、あやめろ、やめろ、いいか、おい、お理解力のねえやつなの、俺とにかく言ってんだよ、お前次俺に負けたら引退しろ、やめねえよつうか勝つからな、まあいいよ、10月17日はよ引退しますっていう宣言もできないぐらい地平度剥がしてやるからよ、お次試合じゃねえぞ、おい殺戮しようだよ、お前ふざけんなだめよ、なるろ殺戮だよ、お前次試合でやったらいいんだよ、試合で、7月からあいつから対戦表明のあれが来たんですよ、確かに789結果提示できてない、でも俺も力も血流してやっぱりリングの上で息してんすよね、どんな日常生活があって毎日大変なことがあってもここガンプロのリングですごい息ができてます、俺はまだまだガンプロを大きくしたいし、なんならこの熱をもっと本当に海の外、日本列島、いろんなところに届けたい。今お客さんが否定されたことは僕にとって一番許されないことです。だから今ここにいるみんなを、いや大川さんも翔さんもみんなが肯定できる場を俺は必ず作ります。正直3回とも結果出てない、弱い、分かってます。でも強くなるための気持ちいつも持って毎日過ごさせてもらってます。必ず力とパワーブドリームスを組んだ意味を皆さんに見せることを誓います。誓わせてください。よろしくお願いします。